それではリストの作品から、悲しみのゴンドラ、暗い雲、夜、3曲続けてお聴きください。ピアノ独奏はクリスティアン・ジメルマンです。
フランツ・リストの作品から悲しみのゴンドラ、暗い雲、夜の3曲をお聴きいただきました。ジメルマンのピアノリサイタル、最後は